ここがパチンコパチスロメーカーのニューギニさんか。僕パチンコはスリーセブンタウンでしか遊んだことなくてホールデビューすらしたことないんですけど、まさかメーカーさんに来るのが初になるなんてな。今日熊谷さんと撮影の予定だったんですけどまだ来てないんですかね。おお刑事めちゃくちゃかっこいい。さすがニューギニさん、刑事の等身大フィギュアなんて置いてあるんだ。すごいな、なんかテーマパークみたいですね。いや熊谷くんどの辺にいるんですかね。ん、待ってましたよ犬山さん。誰だお前。ひょっこり斜め45度。はいこんにちは、熊谷隆馬です。あれこんなところに犬山さんがいるじゃないですか。持ち方気をつけろよ、痛いだろうが。すいませんちゃんとお尻押さえてあげて痛い。ちょっとここはちゃんと持って、気持ち的にちょっと。お前その体何なんだよ。なんと熊谷隆馬ですね、今日 3D の体を手に入れちゃいました。10万登録いってないのに。はい、マジか。このような解像度今まで見たことありますか。高解像度 3D、 さすがに僕も5年活動していて見たことないですね。そうでしょう。なんと今日はこちらでお送りさせていただきます。ノリオママレベルの 3D 化ですね。ありがとうございます。褒めてないですけど、ちなみにまあ、いろいろ突っ込みたいところはあるんですけども、今更なんですけど、はい、これ炎上しないですかね。謝罪するの君ですからね。この度は大変申し訳ございませんでした。はい、申し訳ございませんということで ね、まあ、ノリオママが社長のノリプロ所属ならいいんじゃないのということで、ノリオママから許可は出てるんですが。そうですね、まあ、はい、なんなら僕だからギリ許されるぐらいまで。そうですね、はい、あると思うんで。一応補足しておきますと、まあ、あくまでもね今回熊谷くんがこのような形の 3D で動きたいとのことですので、まあ、超ビレ 3D 全身バージョンを実装したんですけども、まあ、ノリプロの他のタレントさんに関してはね、本人が希望しない限りは超ビレ 3D 全身バージョンはやりませんので、そこだけね注意しておこうかなと思います。皆さんは真似しないようによろしくお願いします。はい、熊谷さん実験体なんでね。はい、ということで熊谷くん、今日はですね、はい、超ビレ 3D 全身バージョンのお披露目がメインではないんですよ。え、熊谷くんやめてえ、そんなやめて。ありがとう、大事にして僕のことを。はいはい、 OK です。熊谷くん、はい、準備はよろしいんですか。ニューギンさんの本社へレッツゴー、レッツゴー。ということで熊谷くん、その僕の後ろにある素敵なものは何なんだい。なんとこちら今回ニューギンさんから信頼で出ます、うん、義父堂々金継ぐと刑事3でございます。わ、すごいですね。見て、はい、すごいですね。ね、筐体がまず派手でかっこいい。めちゃくちゃ派手。僕パチンコ打ったことないので筐体見るのも初めてなんですけども。はい、いやこちらね、ピカピカだね。そう、すごい派手だと思います、うん、だから最初に打つ分にはすごくいい、お、初心者が盛り上がれる台ですか。そうですね、この、中のやつなんですけど、焼物って言うんですけども、うん、焼物だ。このモニターとかが動いたり、この文字のところがね、動いたりするんですけども、そちらがすごい派手な演出になってるので、うんうんうん、犬山さんも本当に楽しめる台だと思います。はい、いいですね。じゃあそんな義父堂々で本日は遊ばせていただくんですけども、はい、まあ、スペック説明など熊谷先生にお願いしようかなと思いますので、任せてください。はい、早速打っていきます。さあということでご準備できました。よっ、見ないで楽しみですね。めちゃめちゃに楽しみです今回本当に。はい、では早速熊谷さん、はい、打っていきますか。やっていきましょう。参りましょう。いきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきましょう。これね、球の音結構すごいですね。これね、体感することあんまないんですけど、うん、まあ1回転目ちゃんと回っていきますよと。はい、まあ、今回その義父堂々ってその花の刑事のキャラクターが出てくるんですけど、そちらの直江兼次っていうキャラが主人公のね、あの台になっております。なるほど、はい、直江兼次、僕出身が新潟県長岡市なので、はい、大河ドラマにもなりましたよね。あ、そうなんですか。そう、意外とゆかりがあるんですよ、長岡市の有名な。じゃあこれちゃんと打たないとダメじゃないですか。あ、もう確かに兼次様がいるから。じゃあこれ直江、後ろに出てる直江兼次です。こちら、なんか美人なお姉ちゃんいますよ。こちらね、おせんでございます。かわいい。直江兼次の旦那になります。直江兼次の旦那が、旦那ではない
奥さん、おせん旦那の奥さんになります。さあ、そんな熊谷くん打ちながらですが、はい、スペック紹介の方していただこうかなと思います。はい、こちら憧れの、お憧れのパチンコライターさん、よくやってますよね。そう、やってるのを見てすごいなって思ってたことをやらせていただきます。じゃあ熊谷くん、初のスペック紹介お願いします。はい、こちら岐阜堂々金継と刑事なんですけども、大当たり確率約349分の1、はい、でラッシュ突入率は 55%、うん、でラッシュの継続率が 70% となっております。はい、で、ラッシュ突入率 55% のうち、うん、3000発が 20% あります。はい、1500発が 35%、うん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 、でこちらがラッシュに突入になるんですけども、はい、残りの 45%、うん、こちらは、1500発出て、終わりと、ラッシュ入らず終わりとなってしまいますが、なるほど、はい、だけど1500発もらえるだけで、うん、とてもありがたいので、個人的には安心がかなりあります。なるほどね、だいぶメンタルを安定させてくれる台なんですね。はい、そうです、はい、でラッシュ、入りますと、はい、こちら約 70% で継続になります。ラッシュの大当たり中の出玉が全部オール約3000発になるんですね。はいはいはい、はい、こちらで 70% で継続するっていうことがとてもすごいことで、うん、なるほど、はい、今まではなかなかこちらの、継続率で3000発を取ることができなかったんですよ。はい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 、はい、なのでそちらがね、本当に今回の推しポイントになっております。で、まあ、今回なんですけども、うん、まあ、一応その当たりに絡みやすい演出っていうのが、まあ、どの機種もあるんですけども、うん、こちらの機種もございまして、4大演出がございます。4大演出、はい、こちら1つ目、うん、岐阜堂々カットイン。こちら刑事とね、金通が出てくるんですけども、うん、僕は見れておりませんので、どこで発生するかは分かりません。なるほど、見てないので。見たいね今日ね、はい、で次が金系演出になります。おー、あ、金熱いってさっき言ってたね。そうなんですよ、金は基本的にコメントとか襖とかいろいろあるんですけども、各タイミングで出てくると激アツの予告になります。なるほど。でこちらやっぱ、まあ、刑事とか金継ぐで言うと、まあ、知らない人はいないっていう演出なんですけども、うん、鉄線キセル予告。鉄線キセル演出、はい、そうです。こちらなんですけども、まあ、主にリーチ後、はい、発展する前になることが多いですけど、めちゃめちゃかっこいい。見たい。これマジでかっこいいんですよ。鉄線来ないかな。そう、これが来ると、まあ、もう本当に 80% 前後、うんうんうん、80% 超えかなぐらいあったりするので、まあ、基本的にはここはもう絶対欲しい演出。見たいね、はい、でこちら最後が男たちの酒語りリーチ。おお、なんかすごそうだよ、はい、こちらが多分当期の最強リーチになっておりまして。へー、あ、じゃあ男たちが酒語ってたらもう来るぞって感じなんだ、はい、ちなみにこれで隣の台の方は当ててました。あー、ホールのね、あ、そう当たるんだって。さあ、まあ、スペック紹介もしていただいたんですが、はい、僕現状初めてパチンコのこのモニターというか画面見させてもらったんですけど、うん、なんかこんなになんかうちのモニターより綺麗じゃねぐらいの。いや、本当に多分そうだと思います。こんなに綺麗なんだね。あの、特にあの花の刑事のこの威風堂々とか、うん、あ、演出来ましたね。お、なになに、これが多分揃うと結構熱いんですけど。お、揃ってくれるかな。すごい。あ、来た。あ、結構熱いと思います、これ。マジか。はい、注目演出とかではないんですけども、発展は多分確定。押させていただきます。まず、はい、まず初めてのボタン。よいしょ。あー、押せんだ。え、多分本当に、え、来る？え、多分一番熱い。わー、すごい。これ、え、すごい。これです、役物、これです、役物。すごい、めっちゃ回ってる。これです。すげー、超かっこいい。 え、本当にワンチャンある。え、マジで。本当に当たる可能性ある。あ、ここで赤くなると多分チャンスアップなんですよ、うん、このレージなんですけども、うん、当たると必ず3000発もらって、ラッシュに突入するっていう。マジか、はい、熱いぞ。熱いです、本当に。いや、チャンスアップはなさそうなんですけども、プロポーズされたんだけど。かわいい、かわいい、おせん、かわいい。これ稲葉さんだったらどうする。え、いや、もう稲葉さんだったら、じゃあボタンどうかな。ボタン来る。ボタンない。当たる。あ、え、おせん、プロポーズ断ったの。これは断ったという。マジ。いやいやいや、あんなイケメンに言い寄られて断るの。壁ドンされて、これでも復活がなあ。惜しかったね。すごい熱い演出になります、あれ本当に。あれプロポーズダメだったんかな。実はなんですけど、うん、あの今回この収録させていただくの、直江兼津が入ってから、はい、あの2日後ぐらいにやらせていただいているんですよ、現在なんですけども、はい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 、その前に実際にうち行かせていただきまして、うんうんうん、1回も見てない。ホールで打った時は1回も見れなかったんだ。1回も見てないのに今の演出、こんな早く熱い演出見るとは思えなかった。
やっぱり僕の ビギナーズラックが映ってるかな。いや打ってからちょっとそれを発揮してもろて、まあ、まあそうですね。そうですよ、僕その時ちゃんと負けたんですけど。ああ負けたんだ。ちなみに初当たりは1回も取れてなくて。あそうなんだ、はい、じゃあ何も見れてないんだ。えマジで何も見れてないです。初見じゃん。だから今日マジで楽しみで来たんですよ。あそうなんだ。えどんなエース見るのって思ってはいはい、はい、そしたらいきなりモノノフチャンスっていうのが、うん、多分スーパーリーチ発展確定なんですけども、はい、いきなりそっから見れて、しかもおせん見れるっていうのはちょっとね、おせん見れるの熱いよね。いやマジでありがたいですね、うん、本当に。いや今日当てる気がする。当たる気がする。当たらないと困るんですけど。可能性感じてる、はい、可能性感じてます。この台にそのパチンコって基本的にあの演出来るじゃないですか、うん、演出が来て普段と違うなっていうところも楽しめるんですよ。あーなるほど。そうなんですよ、さっきの演出と違うみたいな。あ違う演出が来たらもしかして熱いかもみたいな風に思えるんで、そこもよく見ていくとさらに楽しさが広がるんじゃないかなっていうのは。なるほど、なるほど、はい、思います。そこはまあじゃあ初回に打つよりも2回目さらに楽しいし。あそうです、そうです。3回目さらに楽しいんだ。あの特にこの岐阜堂々は、うん、スルメ台でもあると思っていて、そのエース打てば打つほど味が出てくるじゃないかなって前打ってて思ったんですよね本当に、うんうんうん。まあ当たってないんですけど僕一回も、まあ、何も当たんなかったんだけどね。当たってないですけど、ただ、うん、隣の人がめちゃめちゃ当たってたんでそれをガン見しながらめっちゃ勉強してきました。悲しすぎ、悲しすぎます。あそっか、じゃあ隣の人のおかげで勉強できたんだね。あそうです、隣の人が当ててたおかげで、うん、僕もちょっと詳しくなるんですよ。悲しいな、はい、めちゃめちゃ悲しいことをホールでしてきたんですけどだから今回マジで楽しみだったんですよ。いやまあ適当に、うん、今回犬山さんが本当に初めてっていうことなので、はい、そのパチンコ初心者、はいはいはい、打ったことない方と同じ疑問を持たれると思うので。あそうですね、はい、そこら辺ちょっと分かんないとこあったら僕が分かる範囲で。分からないところ、はい、まあでもパチンコってやっぱり特殊な用語が多いなと思ってて。あー確かに。ラッシュっていうのは、はい、大当たり。ラッシュっていうのは大当たりしたうちの、うん、なんて言ったらいいのかな、確率変動っていう言い方もあるんですけども、うん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 、確率を変えてくれるんですよ大当たり。はい、確変ってやつですね。はい、確変です。でそこで今回直江兼次だと1分の1で当たるっていうモードに移行できるよっていうラッキータイム。1分の1で当たるってそれもう 100% じゃん。 100% 当たるんですけど、うん、その1分の1で当たるうちの約7割がもう1回当たれるよっていうモードになるんですよ、うん、へえ、あ、それがラッシュ。そうです、それが、今回のラッシュになります。なるほど、はい、なるほど。だからまずはそこを目指していくっていう、パチンコってそれなんですけど、うん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 、よく単発とか聞くじゃないですか、はいはいはい、単発だとそのいわゆる確率変動に入らずに終わってしまいますよっていう、うん、ああなるほど、はい、美味しくないやつですね。美味しくないです。なるほどなるほど。なんで、まあ、基本的にこの左打ちっていうんですけど、うん、左打ちしてるときってここに入らないときは球が減ってっちゃうんですよ。はい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 、はい、減ってっちゃうんですけど、右打ちっていうモードになると、うん、球が減らずに遊べるよっていうことがすごい多くて。あーサービスモードなんですね、はい、そうなんですよ。だから基本的にはそっちを目指していくっていう、まあ、パチンコって僕もちょっと今日用語を勉強してきたんですけど、はい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 、この真ん中に今目指して球が向かってる、ここ、それがへそっていうんですよね。ここが、はい、ここがへそ入賞になります、はいはい、あそう入るの入賞っていうんだよね、はい、それも初めて知った。あ本当ですか、まあうん、へそっていうのもあんま多分そこまで有名というか打たないと分かんない、うん、へそって何ぞってなると思います。単語だった、はい、まあ、最初はこっちに入れることになります。へそに入れるのを目標なんだねみんな。今一応この保留が変わったの分かりますか、うん、わー落ちてきた。何、はい、青色になったんですけども、うんうんうん、パチンコって基本的に、おい、なんか熱くない、何これ、さっき説明を受けてたこの男玉になります。男玉、はい、こちらなんですけども、チャンスアップしてくるんですよこの男玉っていうのをストックしてるんですけど。男玉パワーでやってんだ、はい、やってます。おやってんだ今。男玉とりあえず熱いって思ってください。わかった、期待できるっていう。なんかすごい、はい、落ちてくるよめちゃめちゃ。そうここら辺ね役物なんですけど、はいはい、おおなんだこれ、これ押せ、あもう一回これで疑似連、疑似連、疑似連3回です。疑似連3回は熱いんじゃないの、はい、あ熱いです。真っ赤だよ、真っ赤、赤と赤は熱いです。これ多分40-50% ないぐらいあります。来る、できれば金が欲しいですこういう時。お金色が欲しいんですけど、金はなさそう、金なさそうなんですけど、後期チャンスアップですね。どんどんこれで、でまた同じです、行こう。ああ緑だできればここ赤が欲しいです。緑保留で多分 10-20% ないぐらいの確率になるんで、チャンスだったんですけど。で石田三成の、石田三成と戦うらしいよ。武将リーチですね、こちら行きます。ほうほうほう、こちらも多分この武将リーチが基本的に 10% 前後になるんで、10回に1回当たるか、うん、あーなるほど、はい、でここもチャンスアップとかいろいろあるんですけど、これ多分デフォルトだと思います。はい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 、はい、
でこの数字が揃ったら大当たりになります。これも多分デフォルトです。へー、はい、いやでマジで演出派手だね。楽しいですよね、見てて、うん、見てて面白い。で、パチンコの醍醐味って、うん、そういうチャンスアップっていう演出があるんですけど、外れましたね。外れたね、外れましたね。これは外れです、うん、外れたね。で、もしかしたらここで復活あるかもしれないんですけど、なさそうだね。まあないですね、そうなんですよね。なさそうだね。 あと僕スリーセブンタウンやった時に覚えたんだけど、はい、今このツルが溜まってるじゃん、下に。はいはいはい。これが保留っていうんでしょ。あ、そうです、これが保留になります。なるべく赤い保留を目指したいんだよね。そうですね、さっきの途中になっちゃうんですけども、うん、基本的にパチンコって色の厚さのランクがありまして、うんうんうん、まず寒いのが青保留。青、まあ、基本的に青色全体的に、うん、青は微妙なんだ。青が、はい、厚い台もあるんですけど、うん、基本的に青が一番信頼できなくて、うん、で次に緑になるんですけど、緑だと、うん、今回花のケージだと緑の保留が来ると、うん、ちょっと勝負できるかもしれないっていうぐらいの厚さになってます。次赤が厚いんです。こちらは、うん、基本的には出てくれっていう、赤濃いっていう、赤を目指してんだねみんな、はい、赤を目指している色、うん、赤が出たらとりあえず発展するっていう、そのスーパーに発展するっていうレベルになってまして、でその上に行くと虹色とか、もうさらに熱い虹色とか。虹なんてもう来るんじゃない。はい、虹色はもうほぼ濃厚となっております。へー、なるほど、はい、なんかスーパーチャットみたいだねカラーリングスーパーチャットじゃね。なんか細かい演出がずっと起こってるから、ね、はい、なんか退屈しないね。そうなんですよ。ぜひぜひ、あ、待ってください。あ、男来た、男来た。いや、多分なんですけど、なんかここ赤いんで、来る？先読みだと思います。え、多分、多分熱いと思います、これ。あ、先読みっていうのは？あ、これここ点滅してるじゃないですか、保留、はい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 、ここが熱いよっていうお知らせになるんですよ、こちらの下が。もしかしたら来るかもだよって言ってるんだ。これ一応サイトでも調べたんですけど、うん、多分熱い予告だったと思うんで、ここの点滅保留ちょっと期待して、次ですね。次か、点滅してる。おや、ちょっとあれ違うかもしれない。ただ点滅してただけ。あ、いや、来た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 。俺見たことないんで。すごい、すごい。わあ。あ、これ疑似、これで疑似連まず行って、あ、なんかカットイン入りましたね。まだだ。これチャンスアップなのかな。あ、引き掛けゾーン。こちら注目演出 50%。50%。あ、でこちら赤フラッシュですね。赤色です。すごい。で赤。できれば金が、金が欲しいです。これちょっと当てたい、欲しいね、相当当てたいところになります。もう一回後期、後期もう一回疑似連欲しいですね、これどうかな。いや、発展するのか、これすごい、なんか、いや、多分発展しそう。お花すごいよ。あ、発展しますね。来る、発展するんですけど疑似2個。おー、あ、今3になってたかな。疑似さんだったかもしれません、すいません、もしかしたら疑似さん、はい。で今チャンスアップは多分ないです。なるほど、ないんですけど、この男玉、うわー、あ、これで一回いきます。押せ、あ、わー、赤い赤い。これで上位、上位リーチにさらに発展してる。そうなんですよ、熱くなりました、これで。うおー、力を貯めている。あ、これ、あ、赤色チャンスアップです。これでチャンスアップです。ちなみにこれ僕唯一ホールでストーリーリーチ発展したんですけど、うん、外したリーチになります。あ、これなんだ。はい、これです。今度こそ勝ちましょう。ここでちょっとリベンジさせてください、うん、ただ保留が点滅のままなんですよ。なんでずっと点滅してんの、あの子。できれば 赤色とかになってほしいんだけど、ただ点滅してるだけなんだ。そうなんですよ。いや、これ結構外したら泣くかもしれないっていうレベル。なかれず頼む、我に続いてくれ。いきます、当たる、よっしゃー、すごい虹色だ。お、すごいっすよ。当たった、当たった、当たった、すげー。怖いね、直江かがでつぐの、かがつぐの愛じゃん。愛なんですよ、ギュルーって。うわ、超かっこいい。初めて言いましたよね。すごい、こうやって当たるんですよ。薬物がすごすぎる。そう、これで4、はい、揃いました。やったー、よっしゃ、初めて見た。めっちゃかっこいい、これ。すごい、当たるとこうなるんだ。そう、こうなります。で、まず4で、まあ、さっき言った1500発をとりあえずもらいに行きましょうっていう、うん、はい、ありがとう、豊臣秀吉。これ昇格、これで右打ちで、こっちに打ちます。右打ち、はい、で多分ここにまず入れて、絶対ここには入れてください。はいはいはい、はいはい、すぐに右打ちしてもらわないと損する場合があるんで。ほう、はい、でこの後にさっき説明したラッシュ、ラッシュへの昇格の演出があります。おお、そこで 55% を取っていれば、うん、3000発もしくは1500発で
ダッシュに入ります。なるほど、そこが一番大切、本当に。でも 55% だから来るんじゃないの。あ、ダメそうなんかダメそう。魔の5割やっぱダメなの。何人もの、うん、あのパチンカーたちを蹴散らしてきたのが、うん、この5割の壁、ここです、シュラチャレンジ。これで、もうここで抜刀だって。抜刀したら、うん、ラッシュ、これです、いきます、これ長押しです。抜刀、うおー、入ってくれ、紫、紫いけんのか。頑張れ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 。あー、これ終わり。待って、まだまだ復活ある、多分復活、復活あるはず。ポポン、左打ちに戻してください。こういう遊びなんですね。これが、そう、これがあのいわゆる単発あというものになって、まあ、さあの1500発もらって、またあの約349をまたこっちで当てて頑張りましょうっていう、うん、だけど、うん、当たり見れてまず良かった。まあそうだよね、まず良かった、まず一つ楽しいところ見れたからね、はい、そうですよ。ただ注目演出は多分出てなかったので。そうだね、はい、まあ、注目演出みたいね、はい、今回はあのストーリーリーチと月影ゾーンで押し切ったっていう感じになるので。なるほど、はい、点滅保留でしたし、もうちょっと熱い演出とかも見せることができたらなっていうのはすごい思いますね。うん、そうだね、うん、はい、ということで熊谷くんが先ほど大当たりなんですか、あれは。いや、たん、まあ、大当たりなんですけど、大当たりなんですけど、まあ、単発っていうね、そのあの、まあ、ちょっともうちょっと頑張ったなっていう、はい、ちょっと努力値足りなかったかなっていう。そうですね、もうあと一歩もうちょっと頑張ってほしかったなっていうあたりです、うんうん。まあ、ちょっと順番変わりまして、はい、犬山たまきが初めて筐体に触れさせていただこうかなと。やらせていただくんですね、ついに。ということで熊谷くん、どうやって打っていくんだい。一体待ってもろて。何、早くやりたい。今回僕はさっき、うん、あの通常のモードで打たせていただいたんですけども、今回はあの、うん、ちょっとカスタム、カスタムの方を、はい、やらせていただければと思っております。ちょっと何ですかカスタムって。あのその点検ボタンっていう右側のまん丸ボタンを、そう、ボン、おお、なんか出た。握り心地がすごくいいボタン。いいね、よしよししてあげてください。よしよし、はい、それをしとこちらで、演出カスタマイズ、さまざまなものが、はい、出てくるんですけども、まあ、鉄線キセル激アツカスタム、うん、で下いい通常時プレミアムカスタムで電気バイブカスタムとかいろいろですけど、一番下の N チャンスアップ、これ、ね、まあ、いわゆる、先バレと言われる予告になるんですけども、うん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 、こちらをカスタムしていただこうと思います。でこちらなんですけども、その点撃一応決定して戻って決定、そっちじゃないです、あ、そっちでも大丈夫かな。はい、いいできた。これで、下の方にカスタム出てますかね、カスタム中って。カスタマイズ中出てるよ。あ、出ますか。じゃあそれでカスタム完了で、うん、こちらもあの N チャンスアップなんですけども、うん、入賞時あのへそに入った時点ですね、そこに入った時点で、うん、あの点撃ボタンとこの下の方の N、ここね、はい、うん、なんですけども、ここが赤く光るとともに音が鳴ります。そうなの、はい、そうすると激圧必須 40% で当たるっていう、うん、まあ、とても分かりやすい演出になるので、はいはいはい、はい、ぜひぜひこちらで一回当てていただきたいなと。ハンドルを握っていただいて、うん、右に回す、右、あんまり回しすぎるとポンって飛んじゃうので、軽く、ちょうどあの基板のところにここを狙ってくださいって矢印が、うんうん、上の方に左上、そこを狙うぐらいの、そうそうそう、回るんで、いい感じ、はい、いい感じで、基本的にはこれでオッケー、遊ぶことができます。はい、はい、へえ、こんな感じなんだ強く打っちゃダメなんだね。どうですか感覚。いや、なんかいつもさ、はい、37タウンだとクリックするだけだから、パソコンで分かんなくてやると、あ、こういう感じなんだ。熊谷くんは最大何時間打ったことあんの。最大、うん、でも1日最大とかだと、でもそんな僕長くないんですよ。あ、そうなんだ。多分長くて5時間とか。でもそんな打つんだ。あ、でも当たってたりスロッ、あ、早っ、何、止めちゃって大丈夫です、止めちゃって大丈夫、止めて大丈夫、はい、今のがあの N チャンスで、保留の色がまた緑に緑なったので、うん、これで当たるかどうかみたいな。なるほど、はい、でその緑に 男玉も来てるよ。あ、黄色、あ、金、あ、多分これいわゆる注目なのかな。男、いや、激アツ必須、男たちが揃ってるよ。うわすごい、いや、早っ早いね。あ、これ確かあの月、月当たり予告、月影、あ、月影予告かな。おう、だいぶ熱いです。で多分来るか、あ、多分これで上位リーチ発展なんで、多分プッシュボタンとかもあるんで、そこも楽しんでいただければ。あ、お船、お船、あ、さっき告白失敗したやつ。あ、俺が、うん、俺がじゃないわ、金津くんが。金津くんかっこいいから振られるわけないだろかっちょいい。あ、ボタン、いけ、よいしょ、あ、わぁ、わぁ、なんだこれ。これ多分トラ、トラ柄来る、来る、トラ柄は、相当熱い。いや、これ外したら泣く。え、マジやだやだやだ成功して
てて二人になって。おお、はいって言ってくれた。かわいい。お姫様抱っこしてる。てて。え、これで当たると確か3000発でラッシュ。マジ？確定って。うおー。早くね。やったー。早くね、犬山さん。まだ説明ちゃんと終わってないよ。全然ちょっと握っただけなのに。すごい。え、セブンセブンセブンじゃん。そうだから、まあ、これでラッシュ確定なんで。あ、そうか、初めて打つとそっち、そうか、右打ちが分かんなくて、そうだ、そうひねらないといけなくて、限界突破。はい、これで3000発スタートっていう最高のスタートが。すごい、台の揺れがえぐい。いや、すごいですよね、台の揺れが。やばい、これ、この揺れもすごいですよ。で、これで、あの、いわゆるラウンド、うん、ラウンドが始まって、あ、ラウンドか。はい、3000発もらえるんで10ラウンドを2回お、はい、できるっていう形なので、とりあえずずっと打ちっぱなしで大丈夫です。で、うん、ラッシュあると、まあ下の方にちょっと画面出てるんですけど、うん、今戦ラッシュっていうのを選んでるんで、そちらに突入します。ほいほいほい。こちらも3種類あって、うん、後々説明できればと思っております。なるほどですね。はい、戦ラッシュ突入。あ、で、右打ちはやめて、一回右打ちやめる、はい。あ、でも入っちゃったかな。あ、これ入っちゃってますね、このまま。お、これでラッシュ、ラッシュ、はい、ラッシュの当たるか当たらないかの判定を今してくれてます。勝負。お、頑張れ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 。これ多分チャンス、チャンスアップだと思います。これ続け、はい、縄文到達で頑張れ頑張れわ。ここの縄文ね、あ、ボタン、もう、もう連打連打しろ連打しろ。頑張れ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 、なんとかしてくれ。あ、すごい、当たった、やった、すごい、すげえ。いっちゃいいやつじゃないの。いっちゃいいやつですね、これ。やった。え、勝って勝って。あわわ、え、なんで。あ、あ、できるって、右です。お、これか。そう、わあ、これどうなんだ。わあ、当たった。怖いよ、パチンコの人。あ、パチンコの才能持ってる、申し子かもしれない。僕のお父さんめっちゃパチンコヘビーユーザーだったんだよね。あ、そうなんですか。だから才能があるのかもしれない。パチンコ行って帰ってこなかったもん、パパ。そっちの才能が。あー、あー、さすがに。あー、終わっちゃった。待って、でもまず熊谷的に言うと6勝で、あの1万8000発は表記がバグってるとしか思えない。表記、これまず、そっか、もう出玉がすごいんだ。これがやばいっす。どういうことって思います。めっちゃ面白いじゃん、パチンコ。あ、これで終わりかな。あ、左打ち、はい、これで1回終わったんですけど、え、ちょっと犬山さん、ちょっと1回運変わってもろて。え、はい、ということで気持ちよく大当たりも出させていただいたんですけども。いや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 、ちょっとお忘れなく、はい、僕まだラッシュ体験。ああ、やられてなかったですか。いや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 、いや、そっかそっか。いや、犬山さんちょっとね、うん、うん、やっぱビギナーズラックか分かんないけど、運良すぎ。まあ、パチンコの申し子みたいなところありますからね。やっぱりその証拠マジで欲しかったですけど。はい、まあ、そんな熊谷くんにですね、はい、今回企画をご用意しております。企画題して、負けたらスタッフさんに全員におごり、熊玉大当たり一本勝負。よいしょー。喜んでいいのか。いや、まあ、でもスタッフさんにおごるのは、まあ、うん、素晴らしいこと。今日とてもね、うん、やってくれたので、そちらはもうなんですけど、人数的には 1,2,3,4,5,6,7、うん、多いね、8人ぐらいいますね、うん、まあ、そこはね、はい、そこはね、8人ぐらいいらっしゃるんで、はい、8人にまあおごっていただこうかなと思うんですけども、はい、まあ、岐阜堂々で、ね、はい、2人で遊びまして、どちらかが大当たりを出して出玉勝負をしていくと。でですね、ここの乳銀さんの自動販売機があるんですけども、はいはい、ありますね。そこになんとですね、キャラクターのボイスが出る自動販売機が、刑事の声が出るということで、負けた方にはですね、せっかくなのでその刑事のボイスが聞ける自動販売機でスタッフさんの数だけ飲み物をおごってもらうと思います。いや、絶対負けない。もう自信終わりですか。もう自信しかないですね。おおる、なるほど。逆に何があるんだって、他にラッシュにも突入してないけど自信もある、はい、ラッシュも突入してないし、ホールで初当たりも取ってないけど自信だけはある。いつもあれだね、あのホールの時もそうだし今日もそうだけど、隣でずっと当たってんの見るのを係る。うるせえな。うるせえな。何言い出すかなと思ったら、はい、それでは始めてまいりましょう。負けたらスタッフさんに全員おごり、熊玉大当たり一本勝負、来月スタート。さあ、やっていきましょう。さあ、そんなわけでやってまいりました、うん。もうね、ラッシュの方は入っているので、ここから出、はい、玉勝負ということになるので、絶対負けられない戦いがここにあるっていうことです、はい、まあ、そうですよ。私、もう勝つ気しかございません。
だって勝たないともう何も見せれてない人になっちゃうよ、はい、今まで負のエネルギーを貯めてきたのをここに全部ぶつけるっていう形になりますのでよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。行きましょう。はい、じゃあ行きます。レッター頼む。いけー。さあこれで頑張れー。決まりました。僕は多分これ戦ラッシュやってるんで、うん、金継ぐが縄文突破すれば勝ちとなります。頑張れ頑張れ。これチャンスアップです。多分来た来た来た。これも多分チャンスアップだと思います。はい、いやこれかもらったもらったもらった。来る来る。これはもらった。勝っちゃいますか熊谷くん。これは勝ちます。動いてる。金継ぐ様押せ。頼む。よし。まあ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 来た来た。まあまあまあ、ここはね 70% なんで。まあなるほど 70% なんで。こっからですかやっぱり。初ラッシュ体験させていただきます。よかったね。ありがとうございます。かっこよー。かっこよー。じゃあこれまあ V をね狙って。やっぱ当たると楽しいよね。キュン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 。 V 限界突 破。スペシャル3000で来ちゃう。まあこれでまず犬屋さんにプレッシャーを与えていくっていう。なるほど。はい、さあこのままいっちゃいます。5000。次のレンチャン。さあどうなる。頼む。熊谷の運命はいかに。1回転。たった1回転 70% 取ればいいんだ。いくさんお願いします。お願いします。入った。おお。成果しか。しかチャンスアップ2位。勝負。ここも多分赤文字とかあると思うんですけど。あでも直江兼継は確かチャンスアップ。なるほど。やっぱ兼継様が熱い。そう熱いんで一応。あいや違う。なんだ上杉。上杉の。ああこれやばい。あんまりだぞこれ。あんまりの方だ。これ兼継じゃない。ええでも弱そう。ギリ入れそうだよ。え頼む。出た。あ連打。おら頼む頼む頼む。頑張れ。あれおー復活。嘘だ。マジかよ。ええー、リザルトが変だ。嘘だ。嘘だ。そんなそんなことある。パチンコを愛しパチンコに愛されなかった男熊谷拓馬くんです。あ、え、復活。これ来た。復活マジ。さあ終わりました。1回転です。こっからです。尋常に2、1。勝負。さあここは絶対これなんだな。なるほど。ここはいや今なさそう。これ縄文到達。上杉軍だったらちょっとやば。あー上杉だ。あ やばいかもしれない。まずい。なんか何もなさそうだよ。え今静か。平和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 。逆に平和。戦なのに。あ多分。あえこれデフォルトかな。なんかずっとあるよね。ずっとある。頼む。連打。いけ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 。よし。わあ当たったよ。強い。強い。うまい。体験できてよかった。よかったね。やっぱ。あとはこれをホールに持ってくだけだから。そうだね。この運を。やっぱ体験できると面白いよね。いやこれ犬山さんにプレッシャー与えれるよ。今何発ですか。表記で、9200ちょっとです。わーすごい。えでもやっぱおかしいわ手玉。そうだね。やっぱおかしい。僕だって1万8000出てすでにもう1万いきそうだからね熊谷くんも。3061めっちゃ取れます。でもさあっという間に1万8000いっちゃいそうじゃない。あと2回ぐらいでね。はい行きますね。さあ入ったここです。さあ成果しか意外とチャンスアップなくても当たんのかな。そうだね。まだどれがチャンスアップかちゃんと分かってないんで、うん、でも何度も見たら分かってくるから。そうですね。いや、うん、分かりますよね、うん、違いが、うんうん、多分ここはまあ普通。さっき根山さんここで またの。いや寒いと思うんですよねこれ結構。ただこの役物も動いてるよね。動いてなかったり。あお疾風怒涛。暑いんじゃない。これ多分チャンスアップかも。おお役物が動いてる。これはどうなんだ。わー頼む。押せ。一撃。えああ！え、いろいろ動いてたけど。え？え、おい同じ顔すんな。連打！ああ来た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 。待って、刑事、分かってるよね。え？いや、ま、さっき復活したんで。さっき復活した。ここでここで。もう一回復活する？します。1万2000。この顔見て。
復活するよ、復活するよ、来るよ来るよ、安心しろ、復活するよっていう顔してるから、俺を信じろ、安心してください。あれ熊谷さん、あれ、あ、左打ちに戻してください。無慈悲すぎる、左打ち、これがパチンコか。なんで、いやでも1万2000すごいよ、すごいすごいすごいよ、麻痺してるだけだよ。さっき稲葉さんの見て、うん、見てたからこうなっちゃうけど、すごいことだから。じゃあ次、次山さん、次山さん、次山さんの台を見てみましょう、見ましょう、はいはい、ということで続いて犬山玉家の挑戦いこうかなと思います。さあ勝てるかな、結構いい、1万2000ぐらい出てましたもんね。結構いい玉数出ます、出ましたよ。先ほど僕はまあ戦ってない時に1万8000出してるのでいやーでもビギナーズラックもう一回続いてほしいんだけどな。 OK、 参る、マイル、よいしょ、さあ入りました、いくぜ、もう OK です、 OK、 さあ頑張れ、さあどんぐらいいけるのか、ケージ頑張れ、ケージ頑張れ、金継ぐ様頑張れ、ケージ頑張れ、あ、お、あ、中、中間かな、中間かな、中攻撃、いやこれ結構危ないですよ、頑張れ頑張れ、おー頑張って頑張って、おー、なになに、わ、ガチャガチャしてる、ガチャガチャしてる、すごい戦ってるよ、戦ってる、頑張れー、うわー勝ったー、え、これが、うわーやったー、わ、切った切った切った、かっこいい、めっちゃ声かっこいい、あ、波川さんと佐藤さん、わー、あ、できた、何の暗転、え、なに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 これ、なに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 なに、着せる着せる、え、なにこれ、なにこれ、え、4パー引いた、これなんですけど、あの、このギフ堂々は3連発の脱出中に取ったうちの 4% で追加の、1500発もらえるっていうシステムがあるんですよ。うお、申し子みたいなことしてんじゃねえよ、やばい、え、4% 引いたってこと、 4% を今回引いて、うえ、1500発のボーナスをもらったっていう、やばい、ありがとうございます、いや、おかしいよ、やっぱ金継ぐ様への愛だからそれだけじゃ無理なところをもう超えてるんで、え、なん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 、うわー、なんだこれ、これでさらにプラス、これでなんと1500発さらに、いや、このエース、まさか見る、なかなか見れないよこれ、いや、僕一応知ってたんですけど見ることになるとは思わなかった、やば、やった、うわー、一撃が強すぎるでしょ、 4% はちょっとおかしいよ、え、やばい、もう弾めっちゃ増えてるよ、6500、よっしゃ、さあ頑張れ、じゃあもう犬山さんの見せ場終わったよこれで、金継ぐ様頑張れ、頑張れ、ケージ頑張れ、頑張れ、金継ぐ様、あああ、あって、いや、なにこれ、金継ぐ様まだ戦ってないよ、ほんまに、あれ、なん、金継ぐ様戦いたくないんじゃない、運命の一戦、はい、来るぞ、どっちが終わりになるか、3、金継ぐ様こうか、よし、金継ぐ様頑張れ、頑張れ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 、金継ぐ様頑張れ、お、中、中、中攻撃、中攻撃、頑張れ頑張れ、金継ぐ様頑張れ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 金継ぐ様頑張れ頑張れ頑張れ、わあ、なんかいろいろ出てるよ、来た来た来た、頑張れ頑張れ、勝て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 、よっしゃー勝ったー、熊谷おごりー、やったぜー、やったやったー、バビューン、負けちゃった。右打ちね。やっぱりパワーがね、熊谷倒すまでのパワーを。ジャスト、ジャスト勝ってんの受ける。ということで勝負は犬山玉城の勝ちでーす。納得できない。やったー。熊谷おごりー。はい、ということで熊谷くんお疲れ様でしたー。すごい元気ないですね、最初すごい元気だったのに、おかしいよ、何がですか、さっき、はい、おかしいよ、え、
まあでも熊谷くん別その出てなかったわけじゃないんですけどね。あのね、出てはなかったんですけど、あの 4% で犬山さんが奇跡の勝利を収めたのが、はい、僕はどうしても当て馬というか、確かにね、そう、まあ、あれを見せるためのなんか見ると納得いかないな。前座感ありましたね。おらせていただきます。あ、ありがとうございます、はい、熊谷さん、ありがとうございます。負けは負けだぜ。まあでもすごい面白かったですね。僕初めて筐体触らせてもらったんですけども、どうでした初めてって。めちゃくちゃ面白かった。本当ですか。ギフが初ね、触る台になるわけなのでなかなか硬派だねみたいな話もあったんですけど、うん、演出がどれもド派手で、まあそうっすね、うん、なんか初心者のこう楽しみたいところ全部詰まってるみたいなのがありましたね。今回ね、あの出玉の性能っていうのがすごい、あの体験できたので、ね、やっぱね、あの一撃の重みっていうのがすごいあるなっていうのは僕は感じたので、ここから入るとね、他の台もしかしたら打てないんじゃないかぐらいの性能してたんで。あ、そうなんだ。すごい強いと思います。ということでですね、熊谷くん、ここで、はい、嬉しいお知らせがございまして。さらにですか。なんと、はい、12月にスマスロで花の刑事の新作が出るらしいです。おー、年末。そうなんですよ、年末に暑い時期ですね。いや、刑事久しぶりのスロットな気がしますね、うん、結構。そうですね、はい、あのニューギンさんの公式チャンネルに PV なども上がっておりますので見ていただけますと嬉しいです。いや、ちょっとそっちもちゃんと打ちたいですね、やっぱスマスロ。花の刑事も触ってみたいね。花の刑事、そうです、確かに確かに、うん、今回そうです、直江兼継だったんで。そうそう、はい、次はあの スマパチの花の刑事もあるんで、うん、はいはいはい、今あのホールで稼働中。あ、そうなんだ。じゃあもうこれからうちに。いやいや、それはそれ。あ、それまた明日以降に。てい。あ。はい、ということで皆さんぜひ岐阜堂々3遊んでみてください。おごらせていただきます。お願いします。刑事の声で売ってくれるという自販機ありますので、こちらの方で罰ゲーム2枚入れさせていただきます。安い。冷たい。押してまいった。